ドラマイズム、往生際の意味を知れ、スイカメインキャスト集合カット、C、往生際の意味を知れ、制作委員会、MBS、C、米城京、小学館。三上愛と青木優がダブル主演を務め、3月7日より放送のドラマ、往生際の意味を知れ、の追加メインキャストに、樋口日奈、宮間良希、B、ファースト、山本未来、安西聖羅、宮崎優、優衣良子原作は、2020年2月から、週刊ビッグコミックスピリッツで連載をスタートし、次に来る漫画大賞2021のノミネートや、アメトーークの漫画大好き芸人でも話題を呼んだ同名コミック。ドラマ、ムショボケ、映画、ジャパニーズスタイル、などの阿部良秀信が監督を担い、ドラマ、ロマンス暴風域、四十から、などの海まりが脚本を手掛ける。主人公は、国民的エッセイ、星の三姉妹、の著者、日下部由紀、山本、お母に持つ、謎多き美女、日下部日和、三上、と、7年前に別れた元カノ日和のことが忘れられず、元カノ教の敬虔な信徒と化していた。サラリーマン、市松海路、青木、元カノと結婚したい、と公言し、7年経った今でも日和との写真や映像を視聴することで自我を持っていた海路だったが、ある日落雷により自宅が全焼。思い出は灰となり、すべてを失った海路は自殺を試みるが、まさにその時、日和から電話が来ることで、人生が大きく変わり、いよいよ待望の再会を果たしたカイロが、ビオリからお願いされたのは、市松くんの精子が欲しい、という衝撃の一言だった、お母さんの嘘を暴きたいの、日和が望む、妊娠、の裏に隠された本当の狙いとは、カイロのアンモラルな恋をけなげに応援する優しき同僚、八幡のり子役には、昨年10月に乃木坂46を卒業した樋口が決定。カイロの大学からの友人で超人気俳優の榊田静止役には、B、ファーストの三々。日和の母親で、国民的エッセイ、星の三姉妹、の著者、日下部由紀役は山本が務め、由紀の娘で、星の三姉妹、の次女、玉尾役には安西。同じく由紀の娘で、三女、千代子役には宮崎優、日和ら三姉妹の叔母、日下部道役は、優衣が決定した。樋口は意気込みとして、いかにのり子に共感して寄り添っていただけるか、そんなことを模索しながら、阿部良監督はじめスタッフの皆さん、キャストの皆さんと一緒に作り上げている時間がとっても楽しいです。強烈な展開の中で、のり子の変貌ぶりにも目を向けてもらえるよう頑張ります、とコメント。続けて宮間も、本作の世界観が独特で不思議だと述べた上で、そういったこの作品の世界観が見せれるように、そして榊田の魅力が出せるように心を込めて作品と向き合っていきたいです、と語る。ドラマイズム、往生際の意味を知れば、3月7日より MBS にて毎週火曜に15時4分、TBS にて同日に15時33分放送、第1、2話のみ5分をし、コメント全文は以下の通り。コメント全文、樋口日奈、八幡のり子役。八幡のり子役を演じさせていただきます、樋口日奈です。原作を手に取った時のあの衝撃、今でも鮮明に覚えています。誰がこの物語の舵を取っているのだろう。全員が異常に思えてくるストーリーの中で、のり子がどう存在しているのか。果たしてのり子は普通の女の子なのか、いや普通とはなんだ。みんなそれぞれの普通を信じて生きているがゆえのこの状況なのか。考えれば考えるほどこのお話の渦に巻き込まれている自分がいました。いかにのり子に共感して寄り添っていただけるか、そんなことを模索しながら、阿部良監督はじめスタッフの皆さん、キャストの皆さんと一緒に作り上げている時間がとっても楽しいです。強烈な展開の中で、のり子の変貌ぶりにも目を向けてもらえるよう頑張ります。